ザマサカー・オブ・マンカインドは、イギリスの小説家、スティーブン・バクスターによる2017年発表の SF 小説。H.G. ウェルズによる1898年の古典的な SF 小説、宇宙戦争の公式続編で、ウェルズ・エステートによって承認されている。第二次火星侵略は、戦争の語り手である元切りの姉妹である、ミス・エルフィンストーンによって記録されているため、 前作の出来事の14年後の1920年に設定されている。バクスターはまた、ウェルズの小説、タイムマシーンの公式続編、タイムシップも書いている。火星からの侵略から14年が経過した。人類は常に空を眺めていたが、エイリアンの脅威を打ちまかす方法を知っていると確信していた。火星人は地球の細菌に対して脆弱であったためである。 放棄された侵略者の兵器とカプセルから略奪された機械のおかげで人類の技術は大きく向上した。火星では打ち上げの兆候が観測されたが心配する理由はほとんどないと人類は判断していた。ウォルター・ジェンキンスによれば最初の侵略は単なる偵察任務であり真の攻撃の前兆であり火星人は敗北から学び新しい方法を考案し かつてないほど大きな脅威をもたらすと彼は確信していた。彼の推測は正しかった。ジェンキンスの弟の妻、つまり、義前で本作の語り手であるジャーナリストのジュリー・エルフィンストーンは、再び世界規模での侵略の混乱に突入した、世界で戦争を生き延び、人類の最後の生き残りとなる、必死の努力を計画していた。人類の虐殺が始まった。木星人は、 火星人よりもはるかに古く地球と火星の戦争を不承認で監視していた。1920年、ニューヨーク市、ジュリー・エル・フィンストーンは1907年の火星戦争で捕虜となったエリック・エデン少佐に会う。彼はイギリスから来ていた彼女の元夫の弟、ウォルター・ジェンキンスだった。彼女の夫はフランク・ジェンキンスだった。ありがとうございます。